これはとある私塾の映像である。この私塾は素行不良の問題児や不登校になった学生を受け入れ更生自立させることを目的とした教育機関として設立された。そこで指導を行う先生と呼ばれる大人たちの行き過ぎた行為や異常性がまことしやかにささやかれていたため、フリーライターである投稿者は取材のために潜入していた。あのね、一歩間違えてください。犯罪なのよ。合ってるよね。これ。みんな男よ。これ自分で撮ったんでしょ。こそこそ。ね、どうしてこんなことする。どっかに変な人形入れたのはあなたでしょ。ねえ、あなただったらさ、学校に来なくなった理由も分かるんじゃないの。知らないじゃないわよ。こんなことしてるからでしょ。違うの。正直になっていいって言ってるじゃない。あなたのさ、これそういうことしてるんでしょ。
しょ、やめろ。ちょっと冗談やめろよな。ちょっとな、おいおい、どうしたな、おい。何だよ、ちょっと離せ。撮影していたフリーライターは、この映像を友人である投稿者に郵送した直後から、ぱったりと連絡が途絶えてしまい、現在も行方がわからない状態だという。投稿者が私塾に問い合わせたところ、生徒、教師ともに現在は塾を辞めてしまっているという回答以上の言葉は返ってこなかった。この一連の出来事が影響しているに違いないと、投稿者は言う。